それでは次の方の紹介をさせていただきたいと思います。次の曲がいよいよ、次の方の演奏たちがいよいよ最後のグループとなりました。いよいよ最後、大トリの出演となりますのは泉崎スプリングウィンドアンサンブルの皆さんです。ここで皆さんからのコメントをご紹介させていただきます。泉崎村近隣の音楽好き仲間が集まり、毎週1回練習しています。各種イベントに出演し、皆さんに楽しんでいただいています。現在団員を募集中です。興味のある方はぜひお声掛けくださいとのことです。演奏曲は命の奇跡、虹、演歌メドレーボル2、マツケンサンバ2以上の4曲になります。準備の方よろしいでしょうか。それでは泉崎スプリングウィンドアンサンブルの皆様、よろしくお願いいたします。で、続いて私が MC を務めさせていただきます。1曲目、命の奇跡、 NHK ドラママドンナベルデの主題歌、世界最高峰イギリスの少年合唱団リベラが歌っている名曲です。大阪のユニバーサルスタジオジャパンのクリスマス CM ソングにも2012年から採用されています。美しいメロディーが再現できればと思っています。ここで命の奇跡の朗読をご紹介させていただきます。暗闇の中で声がささやく、新たな命が生み出される。その時にそれはやがて歌になる。美しいハーモニーに重なり合って、世界のそこかしこに聞こえる声が一つになる。妙なる調べに溶け込んで尽きることのない命の歌になる。心を一つにつなげていれば、誰もが一人きりではない。天の声に声を重ねて、すべてが命の奇跡の中に長い年月をかけて育っていく。時だけがやがて答えを知る。声が大きくなっていく。すべてが命の奇跡。命の歌に声を合わせれば、これから始まる人生に愛の力が働く。Thank you.
2曲目の紹介をさせていただきます。2曲目は虹ですね。スタンドバイミードラえもん2の主題歌として有名な曲で、菅田将暉さんが歌いました。聴いている人を優しく包み込む温かさを持つ、そんな楽曲です。よろしくお願いいたします。津軽海峡冬景色に始まり、北島三郎さんの予作など昭和の演歌をメドレーでお届けいたします。よろしくお願いします。どうぞ。Thank you.
4曲目最後の曲を紹介させていただきます。4曲目の曲はマツケンサンバは、マツケンサンバ2なんですけども、マツケンサンバは松平健が歌う一連のシリーズ楽曲で、マツケン音頭、マツケンサンボ、マツケンロックなど松平健が歌と踊りを披露するマツケンシリーズの一つです。2004年に CD がリリースされ大ヒットした曲です。約20年も経った今、若い世代を中心に再び脚光を浴びています。それではマツケンサンバ2です。どうぞ。
はこちらでお聞きしておりますので、アンコールの曲を紹介させていただきます。皆様ご存知、宇宙戦艦ヤマトの曲を披露させていただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。以上、泉崎スプリングリンゴアンサンブル